での気持ち。幸せの種はみんなの分あるって知ってましたか？苦手なことやうまくいかないことにはヒントやチャンスがいっぱいあるって知ってるのかな？体の SOS は心の SOS、 どちらからでもアクセスはできるんですよ。さあ、大好評の体の気持ちですね。帰ってまいりました。帰ってまいりました。でもね、今日ね、初めてのね、2時間番組で、あちら の、 あの特等席、プロデューサー席でだいぶ見ておりましたけど、はい、ルイは友は呼ぶじゃないですけど、本当に同じ志で違うことをやっているんだけど、うん、同じ思いで活動している方々が集まってきましたね。へー、なんかね、本当にクリスタルイズム2時間ね、やらせていただいて、遠いなんていうかな、こうどこからどこを聞いてもコーナーを聞いてもコーチェルさんの言葉でもなんか元気になるような一言だったり、私でも大丈夫とか、なんかそんな風に思ってくれて、誰かのね、誰かが一人今日元気になってくれたりね、してくれたらいいなって。あと、もう いっぱい言ってるけど、知ること、知らないことがいっぱいあるっていうことを、もうあちこちの番組で見てるでしょ。だいぶみんな浸透しましたよ ね。言うとさ、浸透していくから嬉しいよね。言い続けてミスラジオね。ね。本当よ。でも、大事なこと、これってね、私、まあいろいろ表に出るような仕事をしてきて、ね、子供の頃からしてきてるんだけど、オーディションってあってね、オーディションってすごく勘違いする人いて、なんか悔しいとかって言って負けてね、受かんなかったからって。私はね、オーディションってその例えば会社の何かのイメージに合うか合わないかだから、ああそのイメージに合わなかったんだなっていうだけなのね。うんうん、だけど人、そうじゃない人もいて、クーってなる人も、まあそれはそういう表現のとかパッションがあるからそれもそれでいいんだけど。うん、緊急地震速報です。三重県南東沖で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。三重県、和歌山県、愛知県、大阪、奈良県、滋賀県、京都府、香川県、緊急地震速報です。三重県南東沖で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。三重県、和歌山県、愛知県、大阪、奈良県、滋賀県、京都府、香川県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前11時39分ごろ近畿地方で揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。怪我をしないよう今情報が入りました。震度3以上を観測した地域です。震度4が和歌山県の南部です。震度3が京都府の南部、奈良県、和歌山県の北部です。11時39分ごろ近畿地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度4が震度4です。震度3が京都南部、奈良県、和歌山北部となっています。11時39分ごろ近畿地方でやや強い地震がありました。この地震に関連する緊急地震速報が、出ております。11時39分ごろ、地震により強い揺れを感じました。震度4が和歌山県南部、震度3が京都府南部、奈良県、和歌山県北部となっています。緊急地震速報が入りました。
11時39分ごろ、強い揺れがありました。沿岸部では念のため、津波に注意をしてください。震度4が和歌山県南部、震度3、京都府南部、奈良県、和歌山県北部となっています。詳しい情報が入りましたらまたお伝えいたします。緊急地震速報に伴う地震に関連する情報第一報をお伝えしました。びっくりしましたね。でも情報が、ね、伝えられてよかったですね。ちなみだね、伝えられてるんですね、災害はね、本当に油断してるといますからね。みんな日頃から注意していきたいと思いますね。さあ、体の気持ち、これからね、はい、大好評のコーナーでしたので、だけどだんだん本当に皆さんがいろんなことを分かってくれるようになってね、伝わるようになってね、難しいことじゃないので、普通にね、自分のことだけじゃなくてみんなのことを考えることだったり、あと自分が自分らしく、生きていいんだよっていうのね、OK をどっかでもらったら、実はもっと元気だったり、もっと自由になれると、本当に戦わなくていいしね、本当本当みんなが手をつないでいったら、もっと幸せなことがいっぱい実はこぼれていく、ね、そんなことが、ああそうなんだって分かってもらえたらいいなって思いますよね。では再び、ここで、では再びここで、地震に関連する情報をお伝えします。11時39分ごろ地震がありました。震源地は、三重県南東沖、震源の深さはおよそ10キロ、マグニチュードは 6.1 と推定されます。最大震度で4、和歌山県南部となっております。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれません。ですが被害の心配はありません。11時39分ごろ地震がありました。震源地は三重県南東沖、震源の深さはおよそ10キロ、マグニチュードは 6.1 と推定されます。最大震度で4、和歌山県南部です。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれません。被害の心配はありません。11時39分ごろ地震がありました。震源地は三重県南東沖、震源の深さはおよそ10キロ、マグニチュードは 6.1 と推定されます。最大震度は4、和歌山県南部です。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれません。ですが心配はありません。また詳しい情報が入りましたらお伝えします。以上、地震情報をお伝えしました。さあ、それではちょっと今日はシンクロメッセージを長くいきましょうかね。いいですね、はい、ではシンクロメッセージにいきます。さあ、シンクロメッセージ、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。これも大人気のやらないとすごくブーイングがきますので、いつやらないんですかとかって、まとめたんですかまたとか言われるからね。そうそうそう。さあ、家事風水のね、エレメント分けで、お知らせしていますね。まずは火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座、おりますか？あ、おりませんね。あ、珍しい。帰っちゃったグループにいるかということでね。このグループは来週の月曜日からですね。
えっ、ー、とですね、このグループですね、ちょっとスピードアップしてね、ガーッと行きそうになるんですね。だけどそれね、自分だけなんですね。あら、周りを置いていってしまっているので、なのでちょっとびっくりするような、え、私だけみたいなことがありますから、ちょっと周りとの距離感というか温度差というか気にしてみたらいいみたいですね。大事ですね。すごく大事ですね。自分だけがガーッと言ってね、さあ、そして地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。はい、はい、私デスコ違うの？違います。あらまあ、このグループはですね、よく入りますね、ゆっくり一歩ずつ大好き、やめてください。大好き、はい。そうするとね、意外になんてことなかったなって、今なんか気負ってることとかがゆっくりやっていけば、なんだこういうことだったかってストンときますので、そうしないといつまでやってもストンときませんよ。あ、大変大変、落ち着いてください。勝ったよよく出るんですよ、ちょっとね、一度だけ情報で来るかもしれないね。さあ、そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座ですね。あ、3人あら、勝ちみたいな。そうじゃないね、どこで戦うんじゃない、ストってこと。風のグループはですね、まだ私たちにはいらないものがありますね。春ですからね、いろいろ整理整頓、まあ、心の整理整頓も、お家もそうだし、まだありましょうということですね。で、あのね、ちょっとしばらくいろいろ頑張ってたので、ちょっと自分のペースで、お外との接点というよりも自分の中を見るような時間にするといいみたいですね。はい。そして、水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座。おりましたよね。はい、はい、こちらはですね、少しちょっといざこざいざこざごたごたごたするんですが、すごく全体的に整います。ちょっと安心していいグループですね。なんか全体的にいいですね。そうですね、まあ、あなただけゆっくりやれば、まあ、そうですね。これ私にピンポイントじゃないかと思うようなね。火のグループ、ミッチーナのグループ、風のグループですか。します。それではシンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。